ねえねえ、この服どうかな。いつも可愛いけど、ゆうかお姉さんってこんなに綺麗だったんだね。ワンピースのせいかな。おお、かわいい。判定見ましょう、どうぞ。何これ。いや、誰もいないじゃん。ゼロ秒9ですよ。なんで志田ちゃん、ダメ。ゆうかお姉さんってなんか考えたゆうかがすごいなって、ちょっとゆうかに引いちゃいました。そんな、私お姉さんって呼ばれたかったんですよ。あ、そっか。なんかすっごい念願叶いました。でもね、一切共感は得られない。さらに織田の作品は、ねえねえ、この服どうかな。似合ってるとは思うけど、ナナちゃんだけで十分だよ。服なんていらない。めちゃくちゃだよ。何言ってんの。判定見ましょう、どうぞ。ねえ、どういうことなのこれ。おだちゃん、服なんていらないよ、もうお前だけでいいんだよっていう。どうしたよ。いいわ、森谷ちゃんが言った。なんか変態感がいいなって思いました。続いてカラオケでのチャラ系イケメンくんのズッキュンゼリフ。ここでついに高得点が、うん、さあ続きまして志田ちゃんの作品です、どうぞ。何、人の顔ジロジロ見て。お前の顔につまんないって書いてあんだよ。二人で抜け出そう。なんかこれいいですね。判定見ましょう、こちら。おっ、14ズッキュン。また記録が更新されました。2人で抜け出そう。チャラい人が強引な感じがすごくたまんないです。たまんない、はい。ヨネさんは基本チャラい人が好きなんで。チャラい人好きだよね、前もなんか言ってたよね。確か。さあ以上で全てのイケメンゼリフの発表が終了。優勝は14ズッキュンを獲得した志田まなかに決定。ご褒美として梶さんにスキップを言ってもらえることに。志田が言ってもらいたいご褒美ゼリフとは。それでは志田ちゃんに対してのご褒美ゼリフ、はい、お願いします。いきます。まなか、俺のズボンどこ。どうやって帰ればいい。おかしいでしょ。もう一回聞く、もう一回聞くの。カジさん、はい、もう一回聞きたいですって。もう一回ですか。はい、じゃあちょっと思考を変えていきますね。はい、はい、マナカ、俺のズボンどこ、どうやって帰ればいい。バカじゃねえのか本当に。何考えてんの。何を言わしてるの。